昨日の試合、阪神の佐藤輝明がタイムリーを放てば、 DeNA 牧も負けじとホームラン。ルーキーながらすでにチームの中心を担う2人、今日もチャンスが回ってきます。1点を先制した DeNA は満塁で昨日ホームランの牧。しかし阪神先発のガンケルを捉えることができません。一方なんとか追いつきたい阪神は今日も4番サードで出場の佐藤輝明、しっかりと見極めフォアボールを選ぶと、続く打席にはこちらもバットまでピンク色に染まった5番サンズ。この当たりで一塁ランナーの佐藤輝明がホームまで激走、好走塁で同点に追いつきます。さらに続くチャンスで佐藤の大学の先輩6番糸井、値千金の勝ち越しアーチ、チーム最年長の一打でリードを広げます。その後1点差に詰め寄られるもリリーフ陣が踏ん張った阪神、これでデーゲームは14連勝とし首位をがっちりキープしました。